DR 放送交響楽団は、デンマークの首都コペンハーゲンに本拠を置く、デンマーク放送協会専属のオーケストラ。デンマーク放送交響楽団、デンマーク国立交響楽団として知られる。1925年設立。本拠地は、DR コンサートホール。歴代の指揮者として、ニコライ・マルコ、フリッツ・ブッシュ。 ヘルベルト・ブロムシュテット、ランベルト・ガルデルリ、レーフ・セーゲルスタム、ウルフ・シルマー、ゲルト・アルブレヒト、トーマス・ダウス・ゴーラが、首席指揮者を務め、2012年からは、ラファエル・フリューベック・デブルゴスが、首席指揮者を務めていたが、フリューベックの体調悪化に伴う引退により、空席となり、2017年からファビオ・ルイージが、首席指揮者に就任。 主席客演指揮者として、ユーリ・デミル・カーノフを用している。主なレコーディングは、様々な指揮者でシャンドス・レーベルにあるほか、ブロムシュテット指揮で、ニール・セ作品集やグリーグ、ペール・ギュント、セーゲルスタム指揮で、マーラー公共曲全集などがある。ありがとうございます。